アオリ級エースラトル、2.5 と 3.0 の紹介をしたいと思います。 3.0、2.5 ですね。 3.0 は 16g で 3.1 秒で、 2.5 は 12g で、どっちも 3.1 秒で沈みます。最大の特徴はですね、見えますかね、異なる素材のラトルが入ってます。この素材で違う音質でアピールする、シャラシャラとコトコト的な音がするのが最大の特徴です。そしてですね、カラーが12色あります。その中に新採用した下地テープが2種類今回あります。まずはドットマーブル、わかりますか？これはですね、オリキュープレミアムアオリキューの、マーブル桜台やバレンシアのドットですね。その効果を秘めたアピール系のマーブル。もう一つ新採用したケムラマーブル、わかりますか？ちょっとブラックライトで当てればわかるんですけども、普通のマーブルに見えるんですが、ここにブルーとか、黄色、ピンク、赤、この色がブラックライトに当てると反応する、マーブルの中では一番アピール力の高いマーブルになってます。そしてですね、全12色ある中で、7色だけマスターカラーというのを用意しました。このマスターカラーはですね、どういう状況で、この色を使っていいか、どの色を使っていいかわからないというお客さんのために、うち、実績をもとに、例えば、一つ目がオールマイティに使えるカラー、オールマイティマスター、そして、マズメに非常に実績が高いマズメマスター、また、濁り塩、墨塩、そしてカズをとにかく釣りたい、カズ釣りマスター、そして、とにかく大きいの釣りたいという方にはモンスターマスター、そして、モバ最強のカラーですね、モバで釣れる、モバマスター、全7色、マスターカラーという名前がついてますので、そのカラー名を使っていただけたら、多分きっと実績を出してくれると思います。ぜひ使ってください。風上ですが、エースの3号、3号でも超飛びます。今はね、ちょうど正面に、来たよ、ほら持ってる俺、これかイエーイ、ゲッツ、ほい、あー、こえ、エースアトル、ゲッツ、上げのタイミングで回遊してきたアオリイカがマーブルドットのラトルキャストエースです。Yeah!